この度は、令和4年度経済産業省委託事業、中堅中小企業向け税務セミナー、進出先国税制及び税務ガバナンスに係る情報提供セミナー、日本企業が進出先国で実際に経験した国際課税問題などのアンケート及びヒアリング調査結果編、長いですね、をご視聴いただきましてありがとうございます。KPMG 税理士法人におきまして、M&A グローバルソリューションズというチームで、M&A と国内国際税務を担当しております、パートナーの吉岡と申します。本日は大きく2点ですね。1つ目が、そのアンケートの調査結果。2つ目がヒアリングの調査結果。ということで、私、吉岡とですね、我々の法人の遺伝科学チームの方で、解説させていただきます。また、動画の最後にアンケートが出てまいりますので、お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。皆様からのフィードバックがですね、来年度以降の経済産業省様の本委託事業の改善につながりますので、ぜひぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。まずは全体像ですが、今回の経産省の委託事業の一環としてですね、昨年の10月から11月までの間、海外展開する6,875社の日本企業様を対象に、進出先国での事業展開する上で直面している国際課税問題と、租税条約の改定、締結ニーズを中心に、ウェブアンケートの調査を実施させていただきました。有効回答をいただいた会社数は、約7,000社のうち約2,000社ということになっております。ウェブアンケートなんですけども、こちらに記載がある通りですね、国際課税問題と上の方ですね、と、租税略関連ということで繰り返しになりますが、この2点を確認していまして、国際課税問題としては大きく分けて3つですね。課税事例と、課税以外の問題事例と、3つ目が新型コロナウイルス感染症の影響というところでございます。2つ目の租税条約に関しては、これも繰り返しになりますけども、改正の要望、既存の条約の改正の要望と、新しい条約の締結の要望、この2つを確認しています。で、この結果を受けてですね、中堅中小企業様が海外に展開する上で直面している事例で、参考になりそうな事例ということで、一部の企業様に個別にヒアリングをさせていただきました。で、そのヒアリング結果を今回、いくつかですね、ピックアップさせていただいて、経産省様と相談の上、この事例を特定しましてですね、今回見える化させていただきました。なので、今日はですね、これらの内容についてポイントを絞って解説させていただければと思っております。まず1章ですね。アンケートの調査結果の国際課税問題ということになります。ここではですね、国際課税問題に係るアンケート調査結果の総括を記載しています。で、アンケートは、繰り返しになりますが、課税事案と、課税以外の問題事例と、あと、新型コロナウイルス感染症の影響と、3つ確認していましたというところですね。で、それぞれ、そうですね、確認していきますと、項目のところですね、過去6年間に、国際的な二重課税の原資のような課税措置を受けた国、地域がありますかと、というところですけども、事案数ベースで多かったというところで、インドネシア、中国、インド、ベトナム、韓国、マレーシアの順になっています。やはりこれらの国の当局の課税執行は厳しいというところと、あと、これらの国に、日本の会社さんが、子会社がたくさんあるというところもあるかもしれないですね。で、課税事案の内容としては右側に書いてまして、半分超がですね、遺伝科学に関するもので、あとは PE と、
高級的施設、ロイヤリティのその金参入制の否認みたいな、そんな話が続きましたということです。はい。で、二重課税になる問題っていうもの以外の、まあ、その税制とか執行面での問題事例というところで次のところですね。で、ここはですね、順番的にはインド、中国、インドネシア、ベトナム、タイの順になってます。詳細に20ページに書いてますね。はい。で、内容としては、まあ、独自の課税制度、まあ、税務調査、税還付手続きが、まあ、煩雑とか、税制自体が複雑、頻繁に改正しますみたいな話とか、まあ、特に中国とかですかね、その地域または税務担当官による執行の差みたいなところで、まあ、そういった論点、内容が上がっているということですね。で、まあ、最後の、まあ、コロナウイルス感染症の影響としては、そうですね、論点としては、まずこの移転価格の話が、まあ、最も多いですよということで、事案数ベース、国という意味では、ここに書いてある通り、まあ、アメリカとか、中国とか、ああいう話があるというところですね。で、まあ、総括としてはですね、このアジア地域について、やはり二重課税ですね。二重課税の事案というのが多い。二重課税リスクが高いというところで、で、まあ、トピックとしては、移転価格のトピックが最も大きな懸念事項ということになるかと思います。はい。そうしましたらですね、この課税事案というところを見ていきたいと思います。で、課税事案としてはですね、過去6年間の国際的な二重課税の原因となるような課税措置を受けましたと。といったと、まあ、その発生状況ですね、どういう状況で発生しましたかっていうところがこの2の1から2の7ですね。で、その次で3の1から3の2で、それに対してどう対応しましたかっていうのが、アンケートで確認している内容になっています。まずこの2の1から2の7について、まあ、確認していきたいと思います。はい、こちらそうですね、課税事案の発生状況というところで、国地域という切り口から、集計してますというところです。で、まあ、繰り返しになりますけども、課税事案が多かった国、圧倒的に多いですかね。インドネシアですよね。で、その次に中国、で、インド、で、ベトナム、韓国、マレーシアという順番になってますね。まあ、アジア、ASEAN地域における課税処分の事例がかなり多いというふうに見受けられるということかと思います。はい、こちらはですね、課税事案の発生状況というところで、その内容ってどんなものでしたかねっていう話が記載されているものですね。で、こちらに書いてあります通り、移転価格に関する課税事案が、まあ、過半数を占めてますと、回答率からするとですね。で、特に、子会社、その内容でもですね、子会社側の利益率の妥当性っていうんですかね、そこが争点になった課税処分がかなりの分を占めているというところが分かったと思います。はい。で、こちらはですね、課税事案の多かった上位6カ国からですね、その課税事案の内訳を示しているというところです。まあ、上位6カ国はインドネシア、中国、インド、ベトナム、韓国、マレーシアというところですけども、多少のばらつきはあるものの、いずれの国においても、やはりですね、移転価格に関する課税事案が最も多いと。という状況です。なので、移転価格の課税執行がこれらの国においても強化されていて、まあ、その対応が必要ということが見て取れるかと思います。はい、こちらはですね、課税事案の多かった上位6カ国以外の国ではどうでしたかねというところで、まあ、その次の順位ですかね、の国をピックアップしてますというところです。で、まあ、タイとアメリカ、米国、ドイツ、台湾と。ところで、そうですね、各国地域での事案について内訳を示していますけども、やはりここでもですね、移転価格というところが相対的に多いことが読み取れます。はい、で、こちらは課税事案の発生状況の二
上位3カ国の移転価格というところの事案の内訳ですよね。こちら、移転価格税制に関する課税事案のうち、インドネシアの内訳としてはですね、移転価格算定方法にかかる見解層による増額が多かったと。その次に、現地法人の利益率に着目した課税や増額事例が挙げられたという話ですかね。あと、中国とインドに関しては、現地の検証対象法人の利益水準に着目した増額というのが最も多い状況になっています。はい、こちら、ロイヤリティに関する課税ですね。また同じく上位3カ国、インドネシア、中国、インドですね。インドネシアにおいては、ロイヤリティの送金規制による増額というところが多かった、過半数を占めている。一方ですね、中国では、ロイヤリティの定義、範囲の相違というのが過半数を占めているということが見て取れます。はい、こちら、上位3カ国の課税事案の、パーマネントエスタブリッシュメントの認定のところで、見ていきたいと思います。そうですね、インドネシアは上位3カ国だけでなかったというところですけども、中国、インドは、よく PE の話、よくあるかと思います。で、PE に関しては、質問のない、項目としてはですね、駐在事務所の PE 認定というものだったり、出張者、出向者の PE 認定と、というものだったり、子会社、第三者の PE 認定というものだったり、それ以外の PE 認定みたいな形で4つ確認しているんですけど、今回の調査においては、そうですね、中国、インドに関して、この出張者、出向者の PE の論点が、かなり増えているというところが分かりました。これらすべてですね、その各国の税制のセミナーの方で、ある程度の内容を解説しておりますので、そちらのセミナーもご確認いただければと思います。このパート以降、移転価格の事例が中心となるページについては、KPMG 税理士法人国際事業アドバイザリー部門で移転価格を担当しております、パートナーの須崎より解説をさせていただきます。まず、左側がインドネシアの事例になりますが、インドネシアは移転価格に関わる指摘、課税が比較的活発に行われている国の一つです。こちらの事例では、納税者のポジション、比較対象企業や算定方法等をまず一旦否定した上で、その結果、移転価格に関する二重課税が発生した部分に関して、実際には日本の親会社へのみなし配当として、それに対して源泉税を課したパターンです。また、ロイヤリティに関する否定もかなり多く見られる事案の一例です。こちらの事例では、技術ノウハウ等の特許、無形資産の使用の対価に関して、契約の文言が曖昧であるため、対価性がないのではないかとして否認したケースでございます。その他、技術ロイヤリティに付随した商標、ブランド使用料に関しても、商標ロイヤリティの部分が二重取りということで、損金算入を否認されるケースも見られます。一方、右側の中国ですが、中国の納税者の利益水準が低いため、移転価格の課税をする、もしくは修正申告を求めるといった、移転価格に関わる税務上の問題は極めて多く発生している現状がございます。また、ロイヤリティに関しても、ロイヤリティの支払いの前提となる、中国子会社側の便益があるのかないのか、こういった観点からロイヤリティの支払い自体を否認するケースも非常に多く見られる事案の一つです。次にインドですが、インドの移転価格税制において、インド子会社が広告宣伝費等を投下している場合、その費用がインド国内のためだけではなく、親会社のブランドイメージの向上、商標価値の向上にもつながっている費用ということで、その費用を親会社に請求すべきとして課税を受けるようなケースが頻発しています。また、日本からの従業員の出張に関して、
出張日数が合計して6ヶ月以上に達しているとして PE 認定をされるケースも見られています。一方、ベトナムにおいては、技術のほか、子会社に対する支援サービスに関して対価支払いを認めないというケースが最近の事例として指摘を受けているところでございます。韓国では、韓国税務当局が韓国の子会社の機能リスクがより高く、その結果、韓国の子会社に対してより多くの利益を配分すべきという主張を税務調査でしてくることが比較的多く見受けられます。特に技術的な内容に関して、韓国の技術者が直接顧客と行っている場合や、営業活動を実質的に韓国国内で実施している場合、機能リスクがその分大きいとして、利益水準を大きくするだけではなく、利益配分自体を再検討する利益分割法の適用をすべきという、そういう観点から税務調査を行ってくるケースも最近では見られています。また、伝統的に韓国の場合、PE 認定課税を行うケースも比較的多く見られるところです。一方、マレーシアでは、利益水準が比較対象と比べて低いという指摘を受けて課税をするケース、またロイヤリティに関して支払い自体を否認する、こういった事案が見られています。はい、そうですね。この2番目のところでは、課税事案の発生状況を確認していきましたけども、3番目のところですね。ここではですね、発生した後、どういうふうに対応しましたかという対応状況について、アンケート結果を見ていきたいと思います。はい。まあ、二重課税の対象となるような課税処分を受けました。それについてどう対応しましたかっていう選択肢ですけども、そうですね。7つ選択肢を設けていました。1つ目が、まあ、自主的な修正申告。二つ目が課税を受け入れましたと、公正処分を受けましたという話。三つ目が不服申し立てをしました。四つ目が相互協議しました。五番目が裁判で争ってますと。六番目が対応を、まあ、今検討してます。未定です。七番目がその他みたいな形でありました。で、事案数ベースではですね、課税を受け入れました。そのまま公正処分を受け入れましたが最も多かったですね。で、その次に多かったのが、不服申し立てをしましたというところです。あと、その後が、裁判で係争中というような流れになっておりました。はい、こちらはですね、課税事案への対応ということで、国、地域別にどんな対応の傾向があるかという話ですね。数は、先ほどの通り、そうですね。インドネシア、中国、インド、ベトナム、韓国、マレーシアの順番に、そうですね。その課税事案がありましたという話ですけども、それへの対応に関して、インドネシアですね、は裁判で係争が最も多いと。で、その手前の不服申し立てをしましたというのも次にあるということで、まあ、税務当局から何か言われて、それに対して、争うというポジションが当たり前の状況になっているということが見て取れます。で、インドも同じような状況ですね。不服申し立てが第一順位、裁判で係争というところが、その次ということで、そうですね、こちらも、訴訟が当たり前の状況と、そういった国ですよということがわかります。中国では一方ですね、この訴訟や不服申し立てが難しいのかですね、課税を受け入れ、公正処分を受け入れましたというところだったり、実習的な修正申告をしましたというような順番になっています。はい、この4番目のトピックはですね、二重課税の原因となるような事案ではないんだけど、それぞれの国の税制で、ちょっとこれは問題ですねという話があればということで、アンケートを取っています。独自の課税制度、執行面がちょっと問題ですねみたいな話ですかね。そういったものがありますか、どんな論点ありましたかみたいな話を確認しているものになります。
はい、そうですね。この独自の課税制度、仕込みの問題というところで、上がってくる国のトップ5、どこですかね、というところですけども、やはりインドが一番というところですかね。インド、その次中国と。で、その次インドネシア。その次ベトナム。その次タイという流れになっています。はい。そういう税制と執行面の問題事例、二重課税という話じゃなくて、そういった税制執行面との問題事例として、その実際の問題事例の内容としてはどんなものがありますかというところで、こう選択肢があるんですけど、そうですね、独自の課税制度が一番と。で、根拠のない税務調査での指摘というのが次ですかね。あとは、税還付手続きで、ちょっとなかなか還付受けられないとか、その還付手続きが複雑みたいな、煩雑みたいな話、などなどですかね。それぞれの国ごとでポイントを見ていきたいと思います。はい、そうですね。税制執行面等の問題事例ということで、国地域別に見ていきます。内容を見ていきます。で、繰り返しになりますけども、事例数ベースではトップ5がインド、中国、インドネシア、ベトナム、タイということですけども、インドですね。インドは、やはりこの GST とか、並行税みたいな話があって、特殊な、税制だったり、その頻繁な改正だったり、裁判とかっていうところで、いろんな、論点が山積みというところもあるので、それにキャッチアップするのが大変という企業さんが多かったようです。はい。で、中国に関しては、直近なんか印紙税の改正があってという話があったりとか、移転価格の税務調査が結構厳しくなりましたというところで問題というふうに考えている企業さんが多かったという印象でございます。で、インドネシアについては、またその税務調査が多くてですね、またその不合理な課税が多いという点が一つ挙げられていたというふうに認識しております。はい、こちらはですね、切り口を変えて、問題事案ごとの国別の内訳を示しているものです。お時間になるときにご確認いただければと思います。はい、5番目のところは、新型コロナウイルス感染症の影響というところで、COVID-19 の影響により困った諸外国地域の税制等の確認をしています。こちらトップ6の国ですね。中国から始まってアメリカ、インド、日本も入ってますね。で、ベトナム、マレーシアというような順番です。はい。COVID-19 の影響により、生じた問題事例等というところで、論点として多いのは、やはりこの移転価格の見直しの必要性という話ですかね。その次に、納税の猶予とか申告の猶予という論点。その次に、PE ですかね。恒久的施設の P 認定関係という流れになっています。はい。COVID-19 の影響により生じた問題事例等というところで、回答が多かった6カ国の回答内容をベースに比較してますけど、インドを除いた国では、ほとんどが移転価格の見直しの必要性という論点がやはり多かったというところですね。ただ、インドは、申告の納税猶予だったり、PE というところが、それぞれの国の論点としてありましたというところでございます。はい。続いてですね、アンケート調査結果、租税条約編ですね。はい。冒頭でもお話ししましたが、租税条約に関しては2つの切り口でアンケート実施しています。今ある租税条約の改正要望という話と、やっぱり租税条約今ないんだけど、新しくこの国と締結してほしいという要望に関して確認しています。詳細はですね、後ろのスライドでご説明させていただきます。はい。まず、改定のニーズについて、次のスライドから見ていきたいと思います。はい。
改定のニーズですね。トップ5の国は、インド、中国、タイ、インドネシア、韓国ですね。はい。こちらはですね、租税条約の改正要望として、要望内容がどんなものが多かったかっていうのが書いてあるだけです。はい。次行きます。こちらのスライドでは、トップ5カ国での要望内容に書いてますけど、もう少し細かい情報を次のスライドに書いてますので、次見ていきたいと思います。こちらですね、トップ5カ国の要望具体例というところですね。で、インドでは、まあ、まさにこう、租税条約上ですね、使用料条項のところに、技術的役務の提供というものが入ってますので、まあ、その、役務提供だったとしても源泉徴収が必要だとか、使用地主義じゃなく債務者主義に変わって、源泉税が必要になるとか、まあ、もろもろのお話があるというところで、この、そうですね、使用料条項に含まれる、この技術の役務に対する料金という条項を何とかしてほしいという話が、まあ、やはり、要望が多いというところがあるかと思います。あとは、配当源泉税の話ですかね。配当源泉税が、まあ、かかるので、まあ、それをもうちょっと引き下げれないかみたいなところは、まあ、他の国でもあるんですけども、ありました。はい。あと、中国ですけども、まあ、コンサルティングピー、まあ、サービスピーですかね。のところですかね。あと、まあ、配当源泉税率同じですね。インドと同じで。そうですね、子会社への、まあ、親日本の親会社への配当については、まあ、そうですね、10% かかりますけども、5% に下げれないか、みたいな、そんな話がありました。はい、次はタイとインドネシアと韓国を見ていきたいと思います。まあ、タイも一緒ですね、まあ、タイの子会社から日本の会社に配当するときに源泉税 10% かかりますけど、条約では下がりませんと、こういうところがあって、まあ、その条約でもうちょっと下げれないかという話が要望にあるというところですね。あと、インドネシアも一緒ですかね、配当源泉税率の減免というところで、で、まあ、インドネシアも 10% かかるというところがあるので、まあ、もうちょっと下げれないかという話があるというところですかね。うん。あと、まあ、韓国も一緒ですね。韓国も配当源泉税率の減免というところで、でここも、まあ、条約でもうちょっと下げれないかという話があるというところかと思います。はい、新しい条約の締結というところで、次、まあそうですね、スライド見ていきたいと思います。締結要望が、まあ今要はないと。今ないんだけど、新しい条約、新しく条約締結してほしいというところですね。トップ5はミャンマー、カンボジア、ケニア、ベネズエラ、モザンビークということになってます。今回、そうですね、22カ国のセミナーを行って、税制のセミナーをやってますけども、ミャンマー入ってますね。でも、ミャンマーだけですかね、この22カ国中で唯一条約がない国というところで、まあ、条約の締結が強く望まれるという国かと思います。はい。まあ、その他ですね、アフリカや、まあ、そうですね、アジアの国があるというところかと思います。こういった租税条約のない国での事業は、まあ、現地での課税も、まあ、条約で軽減されないというところから、まあ、二重課税となる可能性が格段に高くなるということで、まあ、日本企業が多数進出している国については、租税条約の締結を、まあ、してもらうというところで、二重課税を、が、まあ、生じにくくするような環境っていうのを作ってもらいたいところだというところかと思います。はい。次のページの要望内容のほか、これ以降のスライドはですね、お時間があるときにご確認いただければと思います。
はい、続いてヒアリングの調査ですね。次見ていきます。ヒアリング調査結果の総括とさせていただいてますけど、まあ、ウェブアンケート回答を、まあ、いただきましたと。で、その中でですね、まあ、中堅、中小企業様が、海外に進出するときに直面する可能性がある事例というところで、まあこのまあどまあ、参考になる事例がないかということで、まあ、経産省様とも相談して、一部の企業様にヒアリング調査を実施したというところでございます。ですね。で、調査はですね、繰り返しになりますけれども、2022年の12月に14社に対して実施して、まあ、ご回答をいただきました。まあ、この内容のうち一部をこちらでご紹介させていただいている次第です。まあ、具体的にはですね、移転価格以外の各国税制として、まあ、4カ国の、まあ、インド、台湾、中国、ベトナムの論点を記載させていただいているのと、まあ、移転価格関連として、インドネシア、中国、ドイツ、マレーシア、タイの5カ国の論点を記載させていただいております。詳細はですね、それぞれのスライドで見ていきたいと思います。はい、こちらはインドの課税事例になります。そうですね、この日本の親会社という企業はインドに子会社を持ってますと。で、インドの子会社に部品を販売して、インドの子会社がその部品をまあ、組み立てて製品を製造して、インドのお客さんに販売してますというときに、そうですね、物の販売と、プラス、従業員を派遣して、まあ、こういった部品のチェックとか、まあ、それ全然関係ない情報システム管理等の、のために、こう、現地に出張してましたというような状況がありましたってことですね。はい。で、まあ、その、従業員派遣の、にかかる義務提供の対価ももらってましたと。なので、対価の流れとしては、2つ、部品の対価と、役務提供の対価の流れがありましたというところですけども、この部品の売買ですけど、この所有権の移転の場所っていうのが、契約書上書いてませんでしたという、明確には書いてなかったというところがありましたと。で、まあ、税務調査において、インド当局から、まあ、そもそも従業員の派遣は、場所 PE もしくは、建設 PE があるというところで認定すると指摘を受けた。で、なおかつ、全然この部品販売に関係ない従業員なんだけど、ここの、そこの、まあそうですね、認定された場所 PE もしくは建設 PE の場、そういう PE にですね、この部品、人的義務提供の対価の部分だけじゃなくて、部品の販売の部分まで、その、PE に帰属すると言われました。なんで、特にこの部品の販売の部分に関しては、どこにも所有権の移転の場所が明記されてないから、インドで所有権が移転したんでしょうと。というところで、まあ、インド源泉所得ですね、ということで、まあ、インドに PE があるというところで、まあ、かなり多額の課税を受けたという話があるというところです。で、まあ、結論としては、そうですね、この企業さんとしては、まあ、まさに、こう、派遣される従業員は、そういった建設にも関与してないし、部品販売にも関与してないし、まあ、その場所 P と言われるほど長期間、インドにいませんというところもあって、まあ、ちゃんとそこら辺を説明するということを、まあ、裁判で行いましたというところですかね。で、税務訴訟で、勝訴したという話がございます。はい。まあ、こちら、そうですね。で、これ、継続年度も、毎年同じことを言ってくると。という話があるんですけども、まあ、そうですね。いずれにせよですね、ちゃんと税務当局の主張に反論できる証拠を集めるのが大事ですねとか、まあ、書いていますね。はい。で、そうですね。あと、まあ、調査の段階から外部アドバイザーに協力を要請するというところで、まあ、反論準備が適時に行かなかったみたいな話を書いています。まあ、と
とりあえずですね、インド、やはり傾向としては、税務調査官としてまず PE を認定して、その PE の帰属所得の範囲を広げて、まあ、課税を行ってくるという傾向がある。強引な、ロジックがない課税を行ってくる傾向があるというところですね。まあ、そういうところに注意が必要と。なので、まあ、訴訟になると時間がかかるというところもあるので、まあ、訴訟に発展しないように、まあ、その書類等の準備、対応っていうのが大事ですね、というところが学びという機会になっています。まあ、いずれにせよですね、まあ、とはいえ、毎年同じことを言ってくるというのもインドあるあるでございますので、まあ、そうですね、裁判で、まあ、勝てたというところの証拠も含めてですね、ちゃんと毎回適切な対応するというところが、まあ、必要な対応にどうしてもなる、まあ、根気よく対応していくというところになるのかなと思います。はい、こちらの事例はまさに最近のホットトピックということですかね。この企業の留意点のところ下側に書いてますけども、この最、そうですね、直近で GST について、まあそういう給与の立て替え送金っていうんですかね、外国の本社払い給与に関して、まあそのインドの子会社が立て替えて、まあ本社に払ったみたいなお金に関して、まあ、GST、まあグッズ&サービスタックスの観点から、まあそうですね、これは役務提供の対価を払ってるんでしょというところで、まあ、その輸入にかかるサービス税みたいなのを、リバースチャージで払いなさいという最高裁の結論が出たというところがあってですね。それを皮切りに、GST とは違う税金ですかね。同じようなロジックで、まあ、源泉税ですかね。源泉所得税について、徴収漏れを指摘受けるという事例が今本当にインドで増えているというところでございます。で、右上ですね。日本親会社が、からかインドにこう出向している、インド子会社に出向している従業員がいますと。ので、でも、まあ、日本で払う日本払い給与もあるので、まあ、日本で払った給与をインド子会社に請求しないとですね、日本では損金にならないという話もあるので、立て替え払い給与を請求しましたというところに関して、まあ、実際にですね、このインドの子会社の、でに出向している従業員が、結果としてですね、この親会社の従業員として、まあ、親会社クオリティのビジネスをやるためにインドで勤務してるんでしょうと。というところで、まあ、日本の親会社からインド子会社への金融提供があるよね、みたいな、ところで、そうですね、源泉、その立て替え払いの生産の払いに関して、技術税金の提供の対価を払ってるんでしょ、というところで源泉徴収漏れの指摘を受けるという話があるというところですね。で、契約書とかも出してくれとか、言われて、まあ、まあ、必要な書類をパッと出したら、当局から、ノーティスオブアセスメントみたいな形で課税通知を受けてしまったというところで、まあ、そうですね。この、まあ、企業さんの対応としては、DRP と言われる紛争解決パネル、まあそうですね。で、対応しているというパターンが、多かったですね。はい。なので、まあ、結論としては、結論が出てはいないんですけども、まあ、どうすべきかというところに関しては、まあ、まさにこうですね、このインドの子会社で出向者として働いている方っていうのは、日本の親会社の帽子をかぶって日本の親会社のために働いているわけではなくてですね、まあ、インドの子会社の仕事しかしてませんというところを説明するというところですね。なので、まあ、その税務当局が誤認してますという話を、まあ、契約も含めてですね、まあ、突っ込まれるところがないように整理して、議論していくというところですね。なので、まあ、この議論される前に契約書に関しても、ちゃんと見直すとか、そういった対応も必要になってくるのかなということで、まあ、企業の留意点の2つ目のコツとかですね、
資料っていうのを日頃から準備しておく必要がありますよということを記載させていただいております。はい、こちらのページは台湾の事例ですね。で、日本の親会社が台湾の子会社に義務提供をしましたと。で、これは e-learning の研修をしましたと。で、e-learning の研修費用を受領しましたということで、全くこう台湾に行ってないと。行って何かしてるわけではないんですけど、まあそういった場合にっていうところですね。で、こう右が問題点のところには書いてますけど、まあ、PE がない事業所得について、まあ、日本の会社が台湾からお金もらうというとき、でも、まあ、源泉税の対象となる場合がありますと、こういうところですかね。で、ただ、まあ、そうなると、まあ、PE がないので、日体租税取り決めによる減免という話があるということですね。で、免税申請を行う場合は、まあ、居住者証明とかだけじゃなくて、まあ、その、もろもろの申請書類、右側下のボックスにありますけど、もろもろの申請書類がある必要だし、電学文書も出さないとダメだ、というところで、まあ、かなり、まあ、その、コストがかかると、手間もかかると、いうところで、まあ、租税取り決めの適用っていうのは見送りました、みたいな話がありました、ということですかね。で、こちら、そうですね。減免の対象となる源泉税は、まあ、そもそも台湾から返してもらいなさいという話になるので、日本で外税構造の適用はできないという話になります。というところで、まあ、で、実際にこう、じゃあ、減免の申請、もしくは還付の申請をするというふうになると、実際に還付されるまでもお金が時間かかるという話があると。ところで、手続きが非常に煩雑で事務って普段かかる費用対効果を考えると、まあそうですね、20% 払ったままにしましょうかみたいな話もよくよくあるというところですね。まあ、そうですね、留意点としては、まあ、まずもって、まあこの、特に e ランニングとかの場合ですかね、このすべてのまあ、そのエキムが日本から提供されている場合は、まあ、その、まあ、台湾源泉所得じゃないよね、という説明は、可能な場合があるというところですかね。ただ、まあ、当局としての主張として、こう、まあ、一部でも台湾の人が関与して、その協力によって完了されたというときには、台湾源泉所得です、というふうに主張するケースが多いということで、まあ、そこのロジック作りは整理が必要なんですけども、まあ、最初のところから、源泉いらないよね、と、国内法でいらないよね、みたいな、そういった取り扱いを、まあ、するというのも大事かもしれません、というところと、まあ、まずもって、そうですね、払って還付という話ではなくて、できればですね、この、日体租税取り決めの事業所得免税を事前申請することがいいですね、という話を記載させていただいております。はい、こちらですね、中国の課税事例というところになります。日本の親会社は中国に子会社があります。左の図を見ていただくと。で、中国の子会社は中国のお客さんにいいものを売ってますというところで、機械を売って、その機械を据え付けた状態で売ってるっていう話ですかね。で、日本の親会社も、その、元請けっていうんですかね、として、まあ、その中国の子会社に機械を売って、その据え付けのサービスもやってあげてるという。で、日本の親会社が実際にはこう中国、日本の親会社の人が中国に出張して、機械の据え付け自体もやるというところでございますと。で、この状態の時ですかね、現地の子会社が、日本の親会社に、この機械の販売プラス据え付けサービスの対価を払うと、送金しますということが生じるというところですけども、その時に、この PE
があるとして、みなし PE の、そうですね、にかかる税金を、まあ、納税しないと送金が認められない可能性があるというところで、まあ、その送金認めてもらう目的で源泉徴収して、納税して送金したという話があるということですかね。はい。で、実際事実関係としては、この機械の据え付け、サービスとして、中国に出張しているという状況が、まあ、日本からの出張というのは非常に短期で、いわゆる日中租税条約で定義されている、そういう、そうですね、サービスフィーなどに該当しないというところなんですけども、まあちょっと、そうですね、そこを、租税条約上の手続きなどは行わなかったという話になっています。企業様の留意点としてはですね、この、実際、まさに、そうですね、その、海外送金する際に、国のシステムに申請する必要があって、まあ、仮に PE と認定された場合、自動的に、こう、その、納付しないと、納税しないと海外に送金できないという状況は、まさにその通りではあるんですが、この下の方に書いてある通りですね、これ一応、届け出制度になっていて、まあ、その、承認制度ではないというふうになってますので、税務当局に、まあ、ちゃんとロジックを整理して、届け出るというところで、この段階で PE なしの事実関係を文書化して整理しておくというのが、まあ、望ましいというところで記載させていただいております。はい。あと、その一個上のポストですかね。還付手続き自体も、一応は設けられているというところですけども、まあ、その実務上、その、この実施している事例は少ないというところはあるんですが、まあ、手続きもあるから、ワーストライというところもあるのかもしれませんというところですかね。まあ、どちらかというと、こう、まあ、そもそも PE がないというポジションを、まず取ってですね、送金前の書類審査届け出の時で適切な対応が重要ですねというようなまとめ方をさせていただければと思います。はい、こちらも中国の課税事例になります。こちらはですね、日本の親会社から中国の子会社に技術の使用許諾をしているとともに技術者も派遣しますよという契約がありますという状況ですというところですね。で、まあ、税務的にはですね、その要は、無形資産を貸しますと、資産を貸しますというのと、汗を流して役務の提供をしますというのは全く違う話なので、まあ、取り扱いは違うべきなんですが、まあ、こういったものに関して、まあ、中国の、まあ、その対価を分けてないというところもあって、中国の子会社側が、まあ、そうですね、先ほどのその送金の話をするときに、当局と話をしたときには、まあ、役務提供が、あるよねというところで、で、そうですね、派遣があるよねということで、PE があるよねというところで、PE とみなして、みなし利益率 40%× 企業所得税 25% の 10% の源泉徴収が必要と指摘されて、納税を強いられたという話があるというところでございます。はい。で、これもですね、まあ、その、中国の、まあ、実際のこの出張の期間、うん、が、まあ、まあ、コンサルティングの役務提供の期間ですね、が、12ヶ月のうち6ヶ月、183日超えるかという話が、一つのポイントになるんですけども、まあ、その、そこまでの日数の確認はされてなくてですね、契約ベースで、役務提供があるからということで、まあ、
PE 認定という話がされたというふうに聞いております。で、PE として認定されると、まあ、厳密にはですね、国際での基礎編の方でもありましたけども、この出張者の個人所得税ですかね、短期滞在者免税みたいなのもできなくなるので、その部分の税金を本人にグロスアップして給料払わないためとか、そういった論点も出てくるというところで、まずもって、この6ヶ月滞在日数超えないようにするということが可能であればですね、そういう対応というのが推奨されるのが一つのポイントかと思います。あと、まあ、どちらかというと、まあ、今こういった、なかなか出張しづらい、状況になっているところもありますので、そもそもないと、過去はあったかもしれないけど、今はないっていう話もあるかと思います。というところで、そういった P がないという状況がある場合はですね、状況が変わってますので、送金の届け出の時にですね、P なしの事実を文書化して整理して説明して、P なしということで、源泉税を、課税されないというような整理もできるのではないかという話があるかと思います。はい、こちらはですね、ベトナムのフォーレンコントラクターズタックスというところで、ベトナムの外国契約者税ですね。外国の会社がベトナムから対価をもらうときに、ベトナムで納税する話です。はい、フォーレンコント FCT ですね。はい、で、こちらです。日本の親会社は、ベトナムに子会社がありましたと。で、ベトナムの子会社は、さらにベトナムにお客さんがありましたというところで、この設備の販売据え付けサービスというところを、ベトナムの子会社が、ベトナムのお客さんにやっていて、その対象となる設備自体も、日本の親会社からベトナムの子会社が買ってましたと。で、据え付けサービスも買ってましたということで、実質的には日本の親会社が、ベトナムのお客さんに、この据え付けするというような作業を、その機械の設備の販売にかかる据え付けもやってあげるというようなことで、出張エースでやるという話がありましたということですね。で、対価の支払いは、また区分せずですね、設備の販売とサービスの対価として日本の親会社に払ってましたというところです。はい。で、ベトナムではですね、こういった、設備の販売及びサービスの提供の対価は、外国の会社に払う場合はですね、外国契約者税の税対象になるということになります。で、ベトナムの国内法上は、この PE の有無に関わらず、その要はそのサービスの期間が短くてもですね、外国法人がベトナム国内で所得を得ている場合には源泉が必要というようなルールになっています。はい。で、結果として、租税条約を適用すると、この外国契約書でですね、特に法人税部分のについては、この減免を受けれるというのが、条約上ですね、この外国契約者税対象税目になってますし、実質的にはできるはずだというところでございます。ただ、実務上は、税務当局が、なかなかこう、国際税務に慣れてないというところと、その免税申請を行った場合でも、あまり合理的な理由なく、免税が受けられないようなケースもあるという話は聞いておりますが、ここで、直近で、改正があったようでですね、一応ですね、この税務当局は申請を受領した時から30日以内ですね、調査が必要な場合には40日以内に書面により免税の可否を通知するというような、そういう対応する必要が出ていると、そういったルールの改正がありましたというところがあるので、まずはちょっとや
ってみた方がいいんじゃないですかというところです。まあ、実務上ちょっと、まあ、そうですね、なかなかされないというのはあるんですけども、まあ、対応はとりあえずやってみようというのは、やってみた方がいいんじゃないですかというところが一つポイントになるのかなと思います。まあ、そうでないと、この設備の販売については、インボイス価格の 1%、義務提供の対価については 10% の税率での課税という話が生じちゃうということですね。で、これ、租税条約の適用が できれば、まあ、それぞれ、PE がないから、課税がないと。というところで、まあ、かなりの、もう、その、差があるので、まあ、その、できる限りですね、申請というところは、やっていただくというのがいいのかな、というふうに思っています。はい、こちらのスライドは、先ほどご説明した外国契約者税の概要です。そうですね、一般サービスに関しては、法人税部分と VAT 部分に分かれて 5%、5% ですとか、課税対象となる物品の供給に関しては、法人税部分だけで 1%。利子に関しても 5% の課税がありますというところですかね。で、納税申告方法ですけども、まあ、3番目、黒点してますけども、ベトナム企業による源泉徴収の方法というのが、まあ、一般的なのかなというふうに思います。で、発生都度は、発生都度に、こう、発生後10日以内に原則として源泉徴収して納税していくと。で、納税額というのは通常、契約金額かける右側のみなし税率というようなことでやられますということですね。で、まあ、当然ながら、租税条約との関係ということでは、VAT 部分は、租税条約、まあ、所得税じゃないので、租税条約の適用対象外ですね、という話が書いてあるというところですね。で、租税条約上は、PE があるかどうかっていう話と、まあ、そもそも利子とかに関して言うと、まあ、投資所得として、PE がなくても課税されるにはなっているというところですね。はい。で、まあ、理論上はベトナムに課税権がない外国契約者税の法人税部分は、まあ、そもそもベトナムから返してもらいましょうというところで、まあ、外国税、もし課税されたら、まあ、泣き寝入りということで、日本では外国税補助の適用は受けれませんよというのが書いてますということですね。で、この右側のところが、そうですね。米印のところですかね。最近変わりましたというところで、税務当局は申請を受領した日から30日以内に書面により減免の可否を通知するというところの当局側の対応が明確に規定されたというところで、まずは、そうですね。申請手続きをやりましょうと。というところが一つのメッセージというのが繰り返しになりますが、コメントさせていただくポイントになるかと思います。ここからは再び移転価格に関して解説いたします。まず、本事案は、インドネシアの子会社が親会社に支払うロイヤリティについて否認された典型的なケースです。インドネシア当局の主張は、親会社から提供された技術、ノウハウをすべての製品に対して使用しているわけではないことから、ロイヤリティの支払いのうち一部は認めないというものです。納税者は技術、ノウハウが幅広くすべてのビジネスに用いられていること、製造活動が一気通貫で行われているため、セグメントを分けすることは困難であること、会社単位で利益水準が適正に管理されていることを主張しましたが、税務調査では認められませんでした。この事例の教訓は、技術やノウハウが使われる取引、セグメントをできるだけ細分化して特定することと、間接的に技術・ノウハウの影響があると認められる場合、その根拠を明確化し、取引単位を広く取るべきことを分かりやすく、事前の文書で準備しておくことと言えるかもしれません。なお、インドネシアの場合、積極的な税務調査が行われますが、
その後の不服申し立てや訴訟で争う余地も認められているため、費用対効果からそうした解決策もあらかじめ念頭に入れておくと良いかもしれません。こちらも同じくロイヤリティの支払いが否認されたケースです。このケースでは製造委託に基づく買い戻し取引について、別途技術にかかるロイヤリティを徴収していた取引で、ロイヤリティは物の買い戻し価格に含まれるとして否認されたケースです。ロイヤリティの支払いが製品の買い戻し価格にどのように反映されているのかについて定量的な説明ができないため、このケースでは課税という結果になっていますが、このような事例は比較的多いため、物の取引価格に技術使用の対価分も含めるなど、価格設定自体の見直しも今後検討されるべきかもしれません。こちらのマレーシア取引では、製造活動を現地で立ち上げ、本格稼働を進めたものの、製造数量が十分に確保されず、稼働率が低迷したことや、不止まりの低下に伴い利益率が安定しなかった状況で、複数年度検証の主張が認められず、赤字になっていた年度についてのみ、マレーシア側で移転価格の問題があるとして指摘を受けたケースです。他国でも同様の傾向はありますが、マレーシアでも税務当局は単年検証を主張することが多いため、複数年度検証の実施を前提にした価格設定等の対応には十分な検討が必要となり、スタートアップ期間についても容易に認められない可能性を想定しておくことが有用と思われます。こちらの事案は中国子会社が立ち上げ期で稼働率の問題もあり、利益が上がるまでに時間を要した年度について、中国当局から問題視されたケースで、問題の背景は先ほどのマレーシアの事案とも共通しています。立ち上げ期の損失については、ある程度の期間は認められるべきという考え方はあり得るものの、中国に拠点を設立したのは親会社主導である場合、立ち上げ期のコスト負担も含めて、親会社が投資にかかる損益をきちんとコントロールすべきという考え方を中国当局が採用する可能性は高いと言えます。そのため、立ち上げ時期が長引く場合には、コストプラスでの対価設定を当初から検討するとか、早期の黒字化の見通しを立てて移転価格も早めに軌道修正するなどの対処も検討すべきかもしれません。ドイツの事例では、ドイツの販売子会社が一定の利益率を得るよう価格設定を行っていたものの、市場環境の悪化に価格の調整が追いつかず、ドイツの販売子会社が赤字となっていた状況が続いていた状況で調査、課税を受けました。市場環境の悪化という特殊な要因により損失が発生したという主張について、一部は認められたものの、最低限黒字とする必要があるとして、課税が行われました。このように、機能リスクが限定的な拠点については、赤字が継続的に発生している場合、税務当局からの指摘を受けるリスクが生じるため、黒字を確保することができるように価格をコントロールしていくことが望ましいと言えます。また、ドイツではあるべき利益と実際の利益との差額について、隠れたる配当があったとして、源泉課税が行われることについても留意が必要となります。タイの事例につきましては、先ほどの須崎と同じく国際事業アドバイザリーと部門で移転価格税制を担当しておりますシニアマネージャーの広海人から解説をさせていただきます。まず取引の概要ですが、タイ子会社は日本親会社からの依頼に基づき情報収集活動を行っており、当該対価を親会社から受領しております。情報収集活動はトレーディングに関するものとそれ以外の2つの事業セグメントがございましたが、機能上の差が大きくないことから、単体損益ベースに TNM で対抗会社の利益率の分析を行い、当該結果が
独立企業関連時代に収まっている状況という分析を納税者は行っておりました。これに対する対当局の課税スタンスとしましては、トレーディング事業のみのセグメント損益を切り出し、当該損益が独立企業関連時を下回っているものとして主張をされ、それに対し、納税者からは、機能リスクに大きな差異はないことから単体検証を行っているということを主張しましたが、当局からはあくまでも取引単位での検証ということが主張され、最終的には金額的なインパクトが大きくなかったことから、課税を納税者を受け入れている事例となっております。タイでは単体ではなく、セグメント単位での検証というものも問題がある場合には指摘されるケースが多い傾向がございます。作成されている現地ローカルファインについても、単体損益ベースで作成されている場合には、セグメント損益で 見られた場合に問題がないか、一度ご確認いただくことを推奨させていただきます。はい、この度はですね、中堅中小企業向け税務セミナーをご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、このアンケートヒアリング調査編というところで解説させていただきました。本セミナーの内容が皆様のお役に立つようであれば嬉しく思います。最後に簡単なアンケートがございます。お手数ではございますが、ご協力をお願いいたします。皆様からのフィードバックがですね、次回以降の本事業の改善につながりますので、ぜひぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。またですね、本セミナーにかかるですね、ご質問、ご意見などがございましたらですね、連絡先までですね、ご連絡をいただければと思います。他の国の税務に関する解説も準備しておりますので、そちらのセミナーの方もですね、お時間の許す限りご視聴いただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。